ターテインメント。なんかあれですか、YouTube のチャンネルとかも。YouTube のチャンネル持ってはいますけど、なんか企画ごととかはあんまりやってないんですけど、まだ。あ、そうなんですね。じゃあ、なんていうんですかね。次9周年なんですけど、来年10周年なんですけど、ね、一期生なんですよ、一人で。あ、沖縄でアイドル、アイドル、ポン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 できてるんですけど、はい、ここまで長くっていうか、ずっとやってるグループがないんですよ。うん、僕も応援したっけ、はい、今度は事故物件にね、俺を済ませよう。怖そう。そういう企画ですか。怖い。マジっすか。で昨日までずっと、今日までずっとあの、事故物件芸人のタニシとずっと一緒で。タニシ、なんか有名ですね。そうです、そうです、そうです。これ一体でした。そうです。来てたんですよ、それで。あ、本当ですか。だから、そうです。沖縄にもあるんですか。ある、ある、あるみたいですよ。借りてるんですよ。借りてる。先輩、ほら、見て、あの、ひまわり畑にこう、しなったなって。怖い怖い怖い。怖い怖い。あ、こういう感じでしたすごい。パワーしはこう、鼻が倒れる。お腹倒れる。構造の、ね、俺が探したんだけどね。倒れてるっつって。ここよく通る、北中の出身なんで。よく通るんですよ。僕も気づかなくて、こっち側、なんか調べたらこっち側っていうから、うん、こっちが基地だっただろうと思って、そうそう、何もないことは、こうだから一つだね。そうですよ。僕、シャリマン、そう、シャリマンの向かいで、あそこだ、あ、沖縄そばの上だ。基地屋さんに有名な、あ、基地屋さんに有名ですね。そうそう、ここだって。じゃあ、20秒前です。はい。ハーフタイムしてましたからね、今、はい、後半戦です。まあでもね、こうあとね、30分しか、1時間って意外と短くてさ、短いですね、毎週毎週思うんですけど、うん、まあ今日ね、この4人でね、はい、やる観光でね、もう僕はクリエイティブな頭でこう観光をやっていくっていう、で毎週はこうアイドルとしてね、あのいわゆる出る側としてこう、はい、観光を盛り上げていくっていう、うん、まあ、あの富山さんはもうこう物を作るというかコンテンツを作ってる、いわゆるあれコンテンツだと思うんですよね、ペンションって僕は、うん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 、感動だし、うんうん、あそこに行って楽しかったねって、うんうん、ホテルもコンテンツだし、あの、うんうん、そういうと、まあ、ひろと君はいわゆるこれからコンテンツを作りたいとかプロデュースしていく街をしていく、ね、側として今回ね、まあ、後半戦はちょっと観光についてね、観光、うん、いろいろと話していけたらなと思うんですけど、うん、いいですね、うん、やっぱりこう僕なんかわかんないんですけど、でも富山さんと話してて、あのなんか沖縄県って東南アジアにやろうとか、なんかこう PR しようとかってしてるけど、うんうん、欧米だと僕は思っててずっと、うんうんうん、だってロシア人とかさ、欧米人はさ海に憧れてるからさ、うんうんですよね、だって東南アジアの人たちに PR したところで北海道に行っちゃうんだもん、うん、雪に憧れていくんだもん、あ、へえ、いや本当そうだよね、そうなんですね、そうそうそう、あの白いこう粉雪のような雪に憧れてさ、いわゆるタイの人だったりとかあっちにみんな行くわけじゃん、うん、なんか猿が温泉入ってるのめっちゃ写真撮りに行くみたいな、ですよね。だから欧米の人、実はこの前あのお会いした方で、うん、オーストラリアと沖縄行ったり来たりしてる方がいらっしゃるんですけどね、その方言うにはオーストラリア人って一番どこの国とその親交があるかって言ったら日本なんですって、うん、で日本の中でも特にその沖縄の県人会がオーストラリアにあって、うん、でそこを介して沖縄に来るオーストラリア人結構多いらしいんですよ、めちゃめちゃ多いよ、うん、僕もオーストラリア行った時に料理の鉄人の仕事をした時、うんうんうん、オーストラリアで行ったんですよ3年前に、はい、したらオリオンビールが出てきたの、えすごい、ビール、うん、お店で行ったら
に、まあ、日本食が食べたいから、うん、行ったらオリオンビール出されてなんでみたいな、うん、でもすごい交流あるみたいで、うん、そうですよね。なんかオーストラリアで一番売られてる日本のビールオリオンビールらしい。そう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 、だからビール出てきたんだみたいな。今すごいですね、うん、だからね、そういう文化的な交流がね、また人の交流にもつながるのかなみたいな、うんうんうん、すごい。でもね、どういう方とかがすごい来てほしいとかってやっぱ、まあ、個人的に言うと、まあ、ヨーロッパ系、うん、フランスとかスペイン、自分がまあスペイン好きなんで、うん、スペイン系の人が来てくれると、まあ気持ちよくこうお迎えできるというか、いろいろこう沖縄のことをいろいろ教えたいですね。特にフランスとかはこう空手もすごく人気 で、はい、で実際にその発祥の地沖縄に来て、この空手の歴史を知りたいとか、そういう人たちも実際いて、だからそういう人たちもこう沖縄に来て、自分のようなこう古民家っていうか、まあ改修したところに泊まって、沖縄の文化歴史内容をこう感じて取ってもらいたいなってありますけどね。やっぱそうですよね。だからこう空手っていうキーワードもあったりして、うん、なんかあの空手のその、まあ、観光課、県の観光課の空手の課があったりするじゃないですか、うんうん、空手振興課みたいな、 あ、ね、うん、あそこの中にね、スロベニア人かなんかどっかのヨーロッパの人、女性がいるんだよ、日本語もわかんないのに空手の発祥の地だからって言って、すごい沖縄に来ちゃって雇ってくださいって言って県庁に来たっていう、すごいですね。それは知らなかったです。あ、すごいですね、うん、なんかあの那覇の泊まりにある、うん、あの空手のグッズ売ってるお店があるんですけど、そこあれらしいですよ世界中で空手のその修行してる人たちにとってはもう聖地で、あ、そうそうそう、聖地巡礼になってる。なんだっけ、司令堂、司令堂ですね。だからそういうところもそこで買ったんです。あ、空手やってる、やってます、今やってます、空手やってて、少林、そうですね、少林流やってて、うん、でもやっぱりそうらしいですよね、こう空手欧米がすごい人気。そうなんですよ、だからあそこはまあ世界のブランドっていうか、その空手の、うん、空手の用品を使ってる人たちは沖縄来たらあそこで買って帰るとかね。ブラジルの人がもうそこに行くために来ましたとかって、はい、でもう背筋ピーンとして、もうあれですよ、そのブラジルで空手やってる屈強なその人たちがこうよろしくお願いしますみたいな、そういうとこもあるらしいと聞きました。でもね、そこに来た人たちはね、リュードルとかがね、おもてなしではないけど、なんかアイドルがおもてなしするっていうのもいいのかなって僕は思ってて、うんうんうん、素敵なコラボですね。やっぱり、うん、あの僕まあ毎回言ってるんですけど、アイドル、もうアイドルが好きだからっていうのもあるんですけど、うん、あのアイドルの愛って愛の愛だと思うんですよ。みんなに愛を与えるアイドルなんで、来ましたね、はいはい、相思相愛の愛でもあると思うんですよ。で、こうこっちはいわゆるみんなを喜ばせるというかね、うんうん、こう愛を与えてあげて、もう元気を与えてる人たちなんで、うんうんうん、で僕たちはそれを見て元気をもらってる側、はいはい、だからすごく、そうですよ、うん、アイドルってすごく素敵だなって、うん、やっぱコロナ禍になってね、ライブもできなくなってるもんね、うんうん、少ないからさ、少なくなりましたね、うん、でもやっぱりそういう海外のファンがついてくれると嬉しいでしょ。嬉しいですね、それはあの、うん、前にどこの方だったか、一応来たりとかはしてるんですよ、たまに、ね、ごくたまに ついて離れちゃったりとかはするんですけど、うん、あの国に帰ったりとか、国に帰ったりえ、どこの国の方です。覚えてないです。覚えてないんかいそこ重要ですね。そこ重要です。でも東南アジアとか今人気だもんね。あ、なんかでも、うん、台湾とか、うん、あ、台湾ね、の方とかも割となんかつきやすい。そうだね。いやね、一時期ほら DD プリンセスがさ、あ、ライブやってたじゃん、はい、なんかあの薬局大黒ドラッグっていうところの、あの国際通りのあの T 字路、いわゆるドンキの横並びの、あそこの一角だよね、はい、でライブやってたアイドルがいて、そこでやってた海外の人たちが見に来るみたいな、台湾の。でも沖縄ってそういう重要な割合というか、なんか東南アジアも近いし、中国も近いし、オーストラリアも行こうと思ったらこう来れるし、すごくそういう時には拠点としてはアイドルが育つところでもあるのかなって思うんですけど、やっぱりね、県民の人たちがね、まだまだね、
そうなんですね。そう、アイドルリテラシーがまだ低いよね。リテラシー。まあそうですね。なんかオタクって恥ずかしいじゃんみたいな県民の人は。まあ、沖縄の人は ね、まあまあそうかもしれないですね。そうだよね。か、うん、なんかどちらかといえばアイドルというよりかはアーティスト寄りなのかなとか。ああ、そうだね。好きなのが。うん、それはあると思う。ですよね。なんかこう。いや結構台湾の人たちって日本の文化大好きじゃないですか、うんうん、向こうにも行ったらね、あの日本の広告いっぱい並んでたりするんですよ。でアイドルのその人のね女性の写真なんかもあって、でそこにこの沖縄初のアイドルの写真が上がってくるって、うん、結構あり得るよねって。そうそうそう、好きな人逆輸入で、そしたら沖縄の人好きになってきたりして、ね、あっちに出てね、はい、うん、いいかもしれない。そうですよ、まいじゅうさん頑張ってくださいよ。台湾で売り、そう台湾で、そう台湾で売りだし。まあちょほら琉球島っていうのがあるから、琉球の島って。おお、そうなんですか。そうそうそう、あるんですよ。そうなんだ。そうそうそう、首里城とかあったりするんですか。なるわけねえだろ。なるわけねえだろ。あるわけねえだろ。首里城燃えたんだよ。もう一つの首里城が。うん、それだったらもうちょもうねドキュメンタリーになってるわ。ですよ、ね。作るわ。元気出る。確かに確かに。うん、そうでもねこう。やっぱり今コロナになってこう、まあ悲しいかな、沖縄の経済ね。いや昨日ねもうだから空港行ったらもう全然いないの、人が。平日がガラガラでしたね、もう本当に。平日か。お、まいちゅうさん話ちょっと飛びますけど、ほらメールが来ましたよ。まいちゅうさんこれ30秒で読んでもらおうかな。ちょっと待ってください。ほらファンから来てるからさ、ちゃんとほら30秒で読み切らないと噛まずにね。噛まずに、ちょっと噛まずにだよ。オッケーです。じゃあいきますよ。はい、よーいスタート。クリエイターネーム沖縄大好きさん、イケメンお兄さんこと高山さん、前髪変えてさらに可愛くなったまいちゅう、ヘムギノワのアイドルマナミンさん、そしてゲストの皆様こんにちは。沖縄大好きです、夜勤明けなおです。そしてまた腰痛が再発中で、湿布貼って痛みと戦ってこれから痛み止め買いに行きます。国神の話等で思い出したのですが、小学生の頃に学校の自然体験で東村のツツジエコパークというところで約2泊3日でペンションを借りて宿泊していました。魚釣りはもちろん、農家の方の家で畑の体験、キャンプファイヤーやマングローブを見学したりなどなど、アウトドアな体験をたくさんしました。皆さんはアウトドアな経験ありますか？では最後まで放送ちばりよー。はい、毎日50秒。さすがにね、さすがに。さすがに。毎日50秒だったわ。さすがに、あれはちょっと。さすがに俺30秒でもね、ちゃんとくれたからさ。止めらんねえ。そうですよ、はい。でも私も今日星言いたかったです。一緒やな。でもほら、質問にあったじゃん。でもあれなんですよ。私も小学校の頃に、うん、あの東村のツツジエコパーク行きました、はいはい、で全く同じ体験してます。あ、そうなんだ。はい、2泊3日ぐらいだったかな、ペンションとか、うん、この農家の方の家とかも行って、うん、民泊っていうんですか、あ、もう、まあ、今で言うさせてもらったりとか。東村はああいう修学旅行生を受け入れるところがありますよね、はい、ありますね。家にそう各家庭に受け入れて体験させるっていう、うん、多分それだと思います。行きました、行きました。そうそうそう、いや北部そうあるみたいですね。あります。どこだっけな、元部の元泣き人だ、泣き人もあるって言ってて、はい、修学旅行生、うんうん、まあ、那覇はねこう人がいっぱいいるから難しいとは思うんですけど、統制が、うん、まあでもそういうところでねやっぱ遊べるっていうのはいい体験なのかなって思うんですけど。楽しかったです。皆さんはこうアウトドアな経験覚えてるね、アウトドア。アウトドア結構だから北部とかね、うん、沖縄県のやっぱり北の方って自然がいっぱい残ってるからね。いっぱいありますね。じゃあ、国頭村のアハっていうところで、はい、そうペンション開いてて、アクティビティだらけですね。あります、いっぱい。もう近くは滝。滝、そうですね。海、山、川、滝があるところで、すごくいいところで。最高。そのアハのところについて言うと、アハにはアハダムっていうのがあって、うん、大きいダムがあるんですけど、そこで川登りをできるんですよ。うん、やりたい。それは、すぐ近くにある学びの森っていうところがあって、施設があって、そこが主催 してるところなんですけど、止まらないとダメだっけな、ちょっとすみません、ちょっと記憶がちょっと定かじゃないですけど、うんうん、そこは本当すごくて、普通の人、普段の普通の人入れないところを
そのツアーの人だけ入れて、ダムから上流に登っていくんですよ、カヌーで。へー、すごいです。もうものすごい、こうなんだろうな、ここはどこだって感じですね。すごいな、すごいジャングルで、で上流行くと川もものすごい綺麗で、エビとかもいて、結構深いんですけど、すごい良かったですね。自分もそれ体験したんですけど、本当に北部はこういう自然、まあ、川、海とかね、もちろん山もあるし、そういう滝もまあ多いんで、やっぱ北部はね、だからそういう自然で遊べるのはまさに国頭村でしかできないことだと思います。すごいですね。なんかでもそう、本当に北部がね、ね、いいですよ。だからやんばるの地域って、あの日本の固有種のほとんど3分の2とかが実は原生してるって聞いたことあって、国土の 0.1% にそういう3分の2のね、カエルのその希少種がいるとか聞いて、いっぱいいますね。すごいですね。ヤンバルクイナだけじゃないんだなって、はい、本当いっぱいいますね。もう最近ヤンバルクイナ普通に見れるっていうね。撮影行ったら意外といたって。会いましたか。そうなんだ。そうそうそう。お、翔平さんが来てるよ、ほら毎日。いっぱい来てる。うん、下からね。雪降る地域は沖縄に行きたくなるのかな？あ、でもそうみたいですよ。やっぱ北海道の人も沖縄、まあ、ないものねだりですよね。そう、ないものねだりだと思うんですよ。まあ、確かにそうか。ほらそうですね、リュードルも一曲全部英語の歌詞を作るとかは。あ、でもそれあると思うと思うよ。うわ、世界発信ですね。世界発信で。なるほど。あの全部あの方言の曲はありました、うん、まあ、じゃあ英語にしようぜ。今度は英語にしようぜ。来週頑張らなきゃ。沖縄をアイドルの島、アイドルランドに行きたいね。ああ、なるほどね。各地域にね。でもね、こうやっぱ集まるっていうところで、沖縄ってすごくいいところだと思ってるんですよ、うん、あの飛行機が全国各地どこからでも来れるっていうのはめちゃめちゃいいところ、うん、アクセスがいいですよね。そうです、アクセスがいいんですよ、うん、申し訳ないけど、申し訳ないけど宮崎県とかどうい、あの乗り換えしないといけないとか、うん、福岡まで行って、新か、あの鹿児島まで行ってとか、そこから電車で行かないといけないとか、はいはいはい、直行便が1日に1個あるかないかで、はいはいはい、1個しかないですね。そうそう、宮崎は1個しかないだよ。だからそうやってくると、あの沖縄って恵まれてるのかなって、すごいですね。こんな地方都市なのに、うん、飛行場も大きいですし、そうそうそう、やっぱりアジアのハブね、うん、って言われるぐらい、やっぱりこうアクセスも香港も近いし、うん、台湾も近い、だからすごい、シンガポールも今直行便があるし、ね、うん、だから本当これから世界の人たちがね、こう気軽にこう沖縄に来れる、うん、そう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 、っていうか、すごいですね、沖縄。いやでもね、まあ、ちょっとね、話もちょっと尽きないんですけどね、また CM の後にね、はい、この続きの話をしたいと思います。日本っていいっすよね。季節ごとに何かがあるから。ああ、何かイベント。そう、イベントがあるから日本って。式もあって。そうですそのたんびにね、まず、ね、バレンタインの時はバレンタインの話したし、ね。そうですね。うん、キュンキュンするんだったらこれ押せ。そうなってくる。じゃあ15秒で CM 開けます。
かあと6分くらい。じゃあ毎週皆さんあの、うん、告知しましょう。じゃあ行きます。さ、毎日もう10分だぜ。あと、あっという間ですね。あっという間ですよ。あっという間ですね。まあ、まずね、はい、あの富山さんにね、今日来てくれたゲストの富山さんに告知をしてもらいましょう。はい、はい、うん、ですね、まあ、去年の10月から始めた、まあ、国頭村阿波で、まあ、一棟貸しをやってまして、まあ、こういう今コロナの中、まあ、いろいろ大変な時期なんですけど、逆にこういう時だからこそ、まあ、田舎の一棟貸しに来て家族で、まあ、友達とあとはまあ同僚となり恋人同士ということで、まあ、過ごせる場所だと思ってますので、ぜひ、まあ、興味を持った方は歯沼沖縄っていう、まあ、実はまあローマ字なんですけど、カタカナで多分検索しても出ないのかもしれないので、ローマ字で HABUMAN 沖縄ですね。これで検索していただければ宿の詳細情報が見れますので、ぜひチェックしてみてください。めちゃくちゃ綺麗だった。めっちゃ綺麗めちゃくちゃ綺麗だった、はい、インスタもやってますので、はい、インスタもぜひお願いします。よし、じゃあどっかでね合宿を、はい、ぜひお願いします。そしたらファンはね、あの隣でね、あの空き地があるからテント張ってくれっつって楽しそう。そっちの方がでもいいね、あのみんなでカレー作ればいいよ。合宿イコールカレー、合宿イコールカレーみたいな。わかりやすいです。じゃあひろと君。ありがとうございます、はい、改めて7月に那覇の市議選がありましてですね、そこにチャレンジします比嘉ひろとです。でもしですね、那覇の町をもっと楽しくしようとかですね、またチャレンジができる町那覇、こういうところにですねピーンと来た方、ぜひですね比嘉ひろとで、検索をしていただくと、ホームページとか日々の活動なんかをですね、発信してますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、いやもうね那覇をね、いやなんだろうね、街をね変えてほしいっていうかね、若い人にやってもらった方がいいと思うんですよ、僕も。あ、もうぜひ、うん、頑張ります。よし、じゃあ毎中あと4年後、はい、出ようぜ毎中、アイドルから なるって面白いじゃん。アイドルからもうファンが頑張るぜ、ファンが、みんながファンが頑張るぜ。まず沖縄のこと知らないと私な、知ってる。じゃあ毎中告知を、はい、4月の24日もう来週です、土曜日に雪アイドル9周年記念ライブを行います。おめでとうございます。9周年ですね。もう、はい、そうです。場所はサイバーボックスさんです。時間が12時半開場、1時開演です。この日新衣装も発表するので、もう本当にお友達連れて、なかなか来てくださいって言いづらいんですけれども、うん、来れる方はぜひ来ていただけるとすごい嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほらあかりちゃんから来てるよ、ほらまいちゅうさんのほら髪、前髪可愛くてずっと見ちゃうし、何回も可愛いって言っちゃう。ありがとうございます。恥ずかしいです。恥ずかしいです。でも9周年だよね。はい、そうです。毎週9年目だぞ。9年目です。今年でも結成で10周年迎えるんで、うん、そうですね、頑張ります。頑張りたい。まずは目の前の9周年記念ライブに向けて、うん、いろいろ本当に考えてるんで、楽しみにしてくれると嬉しいです。はい、はい、まあよかったらね、見に行ってみてくださいよ。ぜひぜひぜひ元気もらいにね。いやね、今後にね、もしかしたら使えるって言い方は悪いですけど、アイディアになるかもしれないし、こういう、はい、でもね、まあこうね、今回ね、はい、まあ残り2分なんですけど、まあこうやってね、4人でやるのはね、初めてなんですよね。そうですね、4人っていうのはね、4人っていつも3人でやったりするんですけど、ね、なかなか4人も面白いね。うん、ちょっと今日飛び入りで参加させてもらってるごめん、ここは消してなかったらよかったけど大丈夫大丈夫、はい、いろんな話聞けて、そうでもね、この番組っていろんな人が来て、うん、いろんなことの角度から沖縄のことを見ていこうかなっていう、うん、うわめっちゃいいっすね、うん、ね、うん、本当はね、ここでね、マイチューがね、この人はね、何動物かっていうのをね、ナンバリングしない、だいぶ忘れてるよね。俺触れなかったんだよ、マイチュー。やばいやばい、もう時間ないですね。触れたくないんだ毎日それ。動物図鑑買わなきゃ。そうだよ、うん、でもこうやっぱりいろんな角度から観光だったり、
のを考えている人たちがすごくいるっていうのを僕はね、あの沖縄戻ってきてまだちょっと2年目多分同じぐらいなんですけど、うん、あの感じられるってすごくいいなって、うん、だって多分毎中俺たちなんかよりも沖縄歴長いからね、毎中の方が私ですか、うん、え、そう、そうなりますか、そうなるよ俺たちは一回出てるんだよそっか、勉強いっぱいしますまあでもあの来週もね、はい、こうまあ皆さん聞いてくれたらね、そうですね、毎週金曜日やってるのでこの時間から平日なんですけれども、うん、聞ける方は、あとツイキャスもやってるので見れる方はコメントもメールもどしどし待ってます。もうね、まいちゅうが呼んでくれるからね、ん、呼んでくれるからね、ちゃんとね、あ、そうですよ、そうそうそう、コメントくれたら読みますしメールもちゃんと頑張って噛まずにね、はい、読みますので、うん、あのなるべく漢字は使わないでいただいていや難しい漢字でいこうぜ、難しい漢字でみんな難しい漢字で送ってください、使わないでいただいて、はい、はい、じゃあ、はい、来週もぜひこの時間でお会いしましょう。今日皆さんありがとうございました。ありがとうございました。難しい漢字で送ってきたら面白いな、やばい、絶対良くないな、もう今もう振ったからな難しい漢字でつって漢字は使わない漢字で OK ってありがとう、ほら来た、ありがとう、そうだ、実は難しい漢字でありがとうございますじゃあ追加終わりますね。